口からを叩いた最強のソルジャー、掲げたフラグはエクステンジャー、神さえも恐れぬ奴らに極上のバイオレンス、闇を払い人々の嘆きの声にその腕を差し出せ In the fire Break it down、 破滅への鐘が響くよ、終わりのない永遠の冒険の、アシラ様。おい、ドクターヘルはどちらだ。さ、存じ上げませんが、この役者だな。急に姿を消されるとは。まさかこのアシラをお見捨てになられたのでは。バカな、そんなことがあってたまるか。だが我々の試作続きにドクターヘルがひどくご立腹であったのは事実。アシラ様、一体どうなされたのですか。うるさい、うん、一刻も早く魔人カイザーを破壊しなければ。いや、それだけでは生ぬるい。魔人カイザーと共に光子力研究所を叩き潰すのだ。ドクターヘルにお喜びいただくためにも。ごちそうだな。いい匂い。はい。コージ君のお口に合うかしら。今日のさやかさん素敵だよ。そんなことより早く食べてみて。では、いただきます。うまいよ、さやかさん。料理の腕も超一流だぜ。コージくんったら。なんだ、このごちそうは。そうか、働き者の俺をねぎらうってんだな。サンキュー、さやか。おじゃんのなく、いただきます。ダメ、つまみ食い禁止。ワーリすんだよ、じゃないだろ。これは、ユミ教授のための料理なんだぜ。ユミ教授の。ああ、今日は教授の誕生日なのさ。パーッと派手にお祝いしなくちゃ。ただし、教授には内緒だぜ。え？お父様、きっと喜んでくれるわ。お疲れでしょ、由美教授。ん？防衛会議がこんなに長引くなんて。まったく政府の人たちと来たら。彼らを説得するのも私の仕事だよ。敵の攻撃はこれからますます激しくなる。我々はより強力な防衛網を準備する必要があるのだ。教授はその防衛網の頭脳です。くれぐれもお体にはお気をつけください。伏せてください。鉄仮面軍団。揺れます。しっかり捕まっててください。
やったかこの高さだ。おそらくひとたまりもなかろう。念のため崖下を捜索し遺体を確認しておけ。はっお、 おかえりなさいませ、由美教授。ああお前は、あ、どうしてお前は、ああ、なぜ君がここに。え、あら、お姉様は。お姉様、あ、ああ、いや、彼女にはまだ残務整理があって、私一人で戻ってきたのだよ。うん、すまんが疲れているので先に行くよ。しっけ。由美教授。由美教授。え、なんだね君たちは。いたーくわーくそーっにさあさあ、あ、ちょっとちょっと待って、お、なんて、さあさあ急いで急いで、何をするのだおい。まあ、まあ、いいからいいから、みんながお待ちかねじゃ。なんだよこの暗い部屋は。いやいや、やめろおい、何をするんだ。まぶしい。おーだー、うー、助けてくれ。わしはまだ死にたくない、死にたくないんだ。いや変な教授。由美教授、お誕生日おめでとうございます。お父様ったら変なの。ユウ、ハッピーバースデー由美教授。と誕生日パーティーだと。はい、お父様。お、え、どうしたのお父様。さやかのプレゼント受け取ってくださらないの。あ、いや、そんなことはないぞ。ありがとうさやか。ねえ、開けてみて。どれどれ、何が入っているのかな。似合うかもしれんの。お父様、あ、ねえ、ちょっと合わせてみて。あ、ちょっと待って、あ、まずい。お、ぴったり、素敵よ、お父様。そうか。おい、シロ。何？さやかのセンスって。最近のさやかさんってなんか変なんだ。すっげーかっこいい。さやかさんってば服のセンスも最高だぜ。でしょ？ん？お父様、喜んでくださらないのね。ああ、いや、そんなことはない。この前、お仕置きを受けた時に、大切な服が破けてしまい、困っていたのね。え？お仕置き？ああ、いや、お仕置き。誕生日プレゼントはやっぱりこれさ。ああ、ありがとう。あら、コウジ君、その花。すっげえだろ？花屋で一番安かった。ああ、いやいや、一番綺麗だったんだね。その花の花言葉知ってるの？花言葉？ダメね、コウジ君ったら。その花の花言葉は二面性よ。まるで足の男爵みたいだね。ねえ、教授。僕のプレゼントは、これ！これはあら、アシュラにそっくり。お前、器用だね。違う、わしは由美教授だ。由美教授なんだ。由美教授なんだよ。おや、由美教授。うい、バースデーケーキを届けに来たぞ。うお、イカスじゃね。
ですか、そのロボット。アシスタントロボ、ユミ教授の言葉と動きに反応するよう設計してある。わしらからの誕生日プレゼントじゃ。まあすごい。今日のためにこっそり作っていたのだが、隠すのにどうしたわい。わあ、なに、おい、やめろやめろ。お父様。教授。うわあ。ぐう。そう、この。おい、やめろ。あ、止まれ、そっちは大切な料理が。ああ、なんということだ。あらあら、大騒ぎですの。うわ、せっかくの料理が、さやかの料理が。もうたくさんだ。待って、お父様。お父様気にしないで。あのロボットきっと設計ミスなのよ。くそー、何が誕生日パーティーだ。お父様。くむえー、どうしてどうしてなの。どうして私がこんな目に遭わなければならないのだ。ここの者たちは一体何をやっているのだ。緊張感がまるでないではないか。まったく、これではせっかくの計画が台無しだわ。やむを得ん、夜だ。夜を待って行動を起こすしかない。夜を待って。ああ、せっかくのお料理なのに。もったいない、食っちまおうぜ。みっともないまですんな。変じゃの、どこも故障しておらんぞい。認識パラメーターの設定ミスじゃないのか。いやいや、その点もチェック済みですぞ。じゃあどうしてこんなことに。そいつが分かれば苦労はないわい。どうしたんだい、さやかさん。なんかさっきから考え込んじゃってさ。あ、ううん、なんでもないわ。さやかさん、コウジ君、ちょっと二人に相談があるの。どうだ。は、見当たりません。奴らね、どこに消えたのだ。まだ遠くへは行ってないはずだ。草の根をかき分けても探し出すのだ。はっ。大丈夫ですか、弓教授。痛みますか。ああ、すまんね。早く研究所に連絡しないと、もうすぐ日が沈んでしまうわ。我が宿敵魔人カイザー、古代ミケーネ人の大いなる遺産に奴を倒せる兵器が眠っているに違いない。必ずやその新たな力を探し出してみせようぞ。ん？なんと。おびるな、作業を続けろ。何？お？フフ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 フ
誕生日パーティーのおかげでとんだ計算外だ。ん？ああ、うおお、見張りがいるではないか。くそ。ん？弓教授。いやいやいや、君たち遅くまでご苦労様。どうしたんです、こんな時間に。ん？いや、何、動力炉のデータチェックだ。データチェック？そのような話は聞いておりませんが。バカ者、君は私に指図するつもりかね。ん？どうなんだ。え、はっきりしたまえ。失礼いたしました。どうぞ。え、ご苦労。お気をつけて。バカめ。動力炉は光子力研究所の命。ここを破壊すれば研究所は機能停止、魔人カイザーも出撃が不可能になる。ついにやってきたぞ、我が勝利の時が。教授、向こうだ。急げ。しまった。大丈夫ですか教授、急ぎましょう。すまないロリック、見つけたぞ。どうだ弓教授、もう逃げられないだろう。手こずらせやがって。教授、諦めちゃいかん。最後の最後まで希望を持つんだ。希望？こんな崖の上にあるわけねえだろう。そう。うっ、なんだと。あれは。助けに来てくれたのね。お喜びくださいドクターヘル、光子力研究所の最後の時が、魔人カイザーの最後の日がやってきたのです。そうはさせないぜ。何？コウジ君、光子力研究所も魔人カイザーもお前なんかに破壊されてたまるか。何のことかね。とぼけたって無駄だ。お前が研究所に爆弾を仕掛けたのはちゃんとお見通しなんだ。バカなこの私がなぜ爆弾など。はあ、お決まった。なるほど、これが起爆スイッチか。誤解だ。くそ、コジ君、君は誤解して離れろ。この起爆スイッチを渡すわけにはいかねえんだ。いいから離れろよ。何を言ってるんだコジ君、私をこの弓を信じてくれ。信じるわけにはいかん。なんだ。なぜなら本物の弓はここにいるのだからな。何？そうよ、お父様じゃないわ。あなたは偽物よ。私のお父様はプレゼントを放り投げるような人じゃないわ。この次に侵入するときは残務整理だなんて見えすいた嘘はやめることね。偽物野郎、化けの顔を剥がせ。あ、何しやがる。よく見ているがいい。
シュラ男爵。ニックギカブト工事、これが違う。おおお、コウジ君、うん、しまった、見よ、光子力研究所の最後いかちょっと待った、ビビ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 、なに、うまくいったぜ。よし、セーフじゃセーフじゃ。爆弾回収ロボットへの改造大成功ですな。研究所内の爆弾は全て回収したぞい。やったぜボス、サン博士。ニーン、おのれおのれおのれ、いでよ機関銃トロス D7。各自持ち場に着くんだ。コージ君、出動よ。おう、任せとけ。行くぜ機械獣、魔人カイザーが相手になってやるぜ。魔人ゴぞ、コウジ君。任せてください、ユミ教授。ローリー君、バリアを頼む。はい。行くぜ、機械獣。両腕を飛ばすんじゃなかった。ガッド！コージ君！そうだ、トロス D7。お前のその鋼の角で魔人カイザーを串刺しにしてしまうのだ。そうはいくか。腕が戻ればこっちのもんだ。てめえなんかに負けてたまるか。バランスを崩しちまったぜ。こうしなくていい。なに、なんだこれは。この攻撃は何だ。アシュラ様、お迎えに上がりました。くそ。あれは。バリアが効かない。コウジ君。ああ、そんなことより、何なんだあいつは。バリアが全然役に立たなかったわい。これは一大事ですぞ。これでは夜も眠れませんな。一体何者なんだ、ドクターヘルの手下か。機械獣がたった一撃でやられちまった。攻撃も破壊力も
今までの機械獣とは全然違うわ。ドクターゲル、留守の間に大切な機械獣を使用したことは深くお詫び申し上げます。がしかし、この次こそ必ずや、ドクターゲル、ドクターゲル。アシュラよ、貴様の言い訳はもう聞き飽きたのだ。そしてわしはついに手に入れた機械獣を遥かにしのぐ無敵の妖機械獣たちを、カブトクオチ、そして魔人カイザーよ、わしは宣言する。貴様を倒し全世界を征服すると。コウジ君、いよいよドクターヘル自ら攻撃を仕掛けてくるようだ。心配いりませんよ、ユミ教授。カイザーがあれば鬼に金棒だぜ。何を言ってるんだ。油断していると取り返しのつかないことになってしまうぞ。へっちゃらさ、かかってきやがれドクターヘル。このカブト浩二様が受けて立ってやる。次回魔人カイザー第6話、カブト浩二マグマにシス。何、死んでたまるか。